はい、えー、今日はね10月21日は、えー、誕生日だったんですけど、えー、というわけでですねこの動画を撮ってますまあ大した動画じゃないんですけど、えー、ちょっとこの辺にできてますけどねまあ、えー、YouTube の動画出してもう5年とか6年6年は盛り過ぎか5年ぐらい経つんですけどまああの、こんなような感じで自由にやらせてもらってますしなんかもう ちょっと1ヶ月前にぐらいに、2ヶ月ぐらい前に喋ったかな。えー、まあ、好きなようなこと、好きなことをやってるんですけど、まあグラブとか、まあね、グラブとかも、まあ、自分なりの好きな形とか、えーまあ、メーカーさんもこだわってやらせてもらってるし、えー、本当に自分の好きなようにやってます。まああのいろいろコメントとかいただくんですけど、まあ昔というか、えー、前の動画見るとですね、なんか、 また今は違うことやってるかなと思うんですけど、まあ、前の動画なんかは野球用品店さん行ったりとか、まあ、野球、えー、やってみたりしてるんですけどまあいろいろ昔の動画にもコメントいただいたりするんですけど、まあ、下,手く下手くそうだとか、まあえー、グラブの方がどの子うのとかまあそういうのいただくんですけどまあうんまあ好きなことやってるというかもうみんななんかみんなねあの好きなこと やったらいいいんんじゃないかなかと思うんですよねまあ動画出すにしろまあ、自分の好きなことって絶対あると思うんでだから例えばまあ自分がそれでグラブとかそういうこういう草野球とかね動画を出してるんですけどまあそれでみんながねなんかそうやればいいと思うんですけどまあそう,じゃそういうのがやらない人もいるしやれない人もいるし好きじゃない人もいる,いると思うんですけどまあそういうのはやってみて続かなければわかるかなと思うんですけどまあそれで。 そうすればまあそういうなんか違うんじゃないかとかそういうなんか考え方でなくなるとは思うんですけどまあそういうのは無理なところがあるしまあどっかで、まあ、自分もこっち側もそうなんですけどまあどっかで YouTube ってこういうもんなんじゃないかとかこうあるべきだとかそういうなんか考えがある。 できちゃうのかなとまあ YouTube で例えば野球やってるにしても野球っていうのはこういうもんだ野球は常にレベルの高いプレーが全てじゃないですけどなんで、まあ、自分みたいな動画はっていうような考え方にどうしてもなってしまうのかなっていうような気はするんですけどまあ自分もうーんなんか。 好きなことをやってるなりにこうやって見てほしいんだってもしかしたらあったのかもしれないですけどもそういうのはなんかもう自分はもうやめてもう自分が出しても出してるんでなんかみんなそんなような感じでうーんなんか深く考えずにですねあのまあ悪いことをするとかそういうこと犯罪すれすれのことをやってみるとかそういうのはまたそれはダメだと思うんですけどまあそんなような感じですねまあこれからも自分ね好き勝手 やっていくんですけど、まあ、それにあたって大事にしてることっていうのはやっぱり自分なので自分は他の人のことだとか、まあ、自分が例えば違うんじゃないかと思うこともやっぱり自分のそれなりにそれは逆に自分の参考にしなきゃいけないかなと思っててなので、えーまあ、人のことをやっぱり尊重しつつ自分の好きなことをこうやって出していくっていうことをやるように。 してますなんで自分はこういうスタイルでえー、まあ編集も6時せずにやってますけどだからといって編集してる人がじゃあいや編集なんかしなくていいよそんなことはもうと思わないしやっぱり編集してるのは編集してるでそういう技術もやいることだしやっぱりすごいなというふうには自分は思ってるんでうーんなんかねそういうような感じでちょっと、えー、10月21日そんなことを考えて。 今日はちょっと動画を出そうかなと思ってたんで、えー、こんなような感じで動画を急に出すことになると思うんですけどまあ今日中にあげますけど、ねまあ、今夜の10時ちょうど10時なんですけどなんで今日中にパッと、あのー、タイトルもつけずにあげますけどまあそういうような感じですね、えー、ぜひこれからもというかこのアメージング州スーパーをそういう風にしたのちょっと忘れてたんですけど アメージシューを見ていただいてなんかそんなようなことを少しでも感じられたらね特に自分が学生の時にやっぱりなんか人のことばっかかまってて自分のこと何もできてなかった気がするんでもっとね自分を出していくことをやってればやっぱり人のことも分かるし思いやりももっとつくというか思いやりも考えられるようになってたかなってすごい思うんでなんかやっぱり人のことをど,どういうのこうの言って 匿名でどうのこうの言える環境なんですけどそういうことやってるとやっぱり自分のためにならないしそれで自分のそれを自分のためにできてる人って絶対いないと思う少ないと思うんでそんなのような感じでね YouTube を狭く考えすぎずにとはいっても今 YouTube の中で何か例えば悩んだらもう現実を。 現実でもっとねいろんなことをすればいいだけのことだし別に YouTube に撮られる必要もないんですけどなのでそんなような感じでですね自分は YouTube でも何でも、えー、いろんなことをするようにしますしてますまあそんな感じでですねあえて年齢は言いませんけどこんな年にもなってるんでね、えー、これからもね自分のやりたいようにやっていきたいなと思った、えー、動画でした えー、これからまた1年、えー、頑張っていきますんでちょっとね最近体に支障がこういう風に出てますけど、えー、またよろしくお願いします。